はようございます。釣り子 TV です。今日ね、買ってきたルアーはこれ、イガラバジャクソン×フォローっていうことで、あの五十嵐誠プロのブランドフォローとジャクソンがコラボレーションして、発売されているスモールラバージグなんですね。こんなパッケージに入っていて、出たらちょっと買ってみようなんて思ったんですけども、こうジャクソンってね書いてあって、で裏に説明書きがあって、イガラバ16分の1オンスということでね、色はねこんな感じのちょっと派手めのカラー選んでみましたよ。じゃあね、早速どんなスモラバなのか見ていきたいと思います、こういう感じで、まあスモラバはね、いろんなメーカーから出ているから、出たらとりあえずね1個は買ってみて試してみようなんて思ってるんですけども、果たしてイガラバはどんな感じか。はい、こんなパッケージに入って、丁寧ですね。なんかすごい丁寧に、あーこういう感じ で裏から針金で留められていて、あー結構ねラバーが太めですね。はい、こんな感じ。イガラバ、あーなんというか、なんというか太めの毛でシングルガードで、で、あキーパーのところがね、こうね針金でしっかりと止まるよっていう感じで、これだったらちょっと繊細な感じの細身のワームなんかも縫い差しでトレーラーにしやすそうですね。で針はフッ素加工してそうな感じで、結構ね刺さりの良さそうな、スモールラバージグにしては結構細軸な針が採用されているんではないかな、ね、結構あのものによってはね、ここ太い針の場合がありますけども、イガラバに関してはだいぶ針もね刺さりの良さそうなね、繊細な感じ、刺さり良さそうですよ。でヘッド部分はシンプルな丸い形状で、90度に愛がついてますね。こう90度かくっていう感じで、なんかねポイントとかがいろいろ書いてありそうなんで、まずはねあの裏見ていきたいと思いますけども、五十嵐誠プロが長年トーナメントで密かに使っていた自作のスモールラバージグがついに登場。コンセプトは水を掴んで手早くサーチできるスモラバ。五十嵐プロがトーナメントでトレイルしていた時に、霞水系はもちろんリザーバーやクリアレイク、スモールマウスにも共通して使用していたバーサタイルなスモラバ。こだわったのはシリコンスカートの太さと本数、そして昔ながらの90度アイ、過去笑いって書いてありますね。太めのシリコンラバーで作られているため、しっかりと水をつかみ引き抵抗が大きく、ルアーの操作感が分かりやすい上、パスに対してもルアーの存在感をきちんと演出してくれます。さらにシリコンラバーの本数を少なめにすることによって、フォールスピードを損ねずテンポよくサーチすることが可能に。また90度アイにすることで、フォール中の下向き、スイミング中は水平姿勢を保ち、あらゆるシチュエーションに対応するバーサタイルなアイテムとして完成しましたということで、で高比重のタングステンヘッドが採用されているというのが下のこの説明書きには書いてありますね。あとは90度アイと、あこのねさっき話したフックは、流儀製の、特注フックが採用されているということで、結構ね本数少なめのこの太めのラバーが肝みたいですね。で長さはちょっと長めな印象ですよね。でもね太いから張りがあって、こう姿勢をシリコンラバーが保ってくれているということで、でこれがねあの亀山ダムで行くと、あの時田ボートで五十嵐プロの手作りのですね、イガラバーっていうのがね一時販売されていたんですよね。もう手作りなんでちょっとごく少量っていう感じで、運がいいと買えるっていう感じだったんですけども、それでこれにトレーラーはですね
4インチグラブを五十嵐プロ使ってる印象が非常に強くて、ガイドの今日こんな風に釣れました、真冬の結構厳しいタイミングでも確実にお客さんに魚を釣らしていた、その時のトレーラーはなんかね、そのブログとかで読む限りは4インチのグラブね、結構オーソドックスなこの90度アイとかね、結構オーソドックスに基本となる、気をてらっていないね、そんな感じなんですけど、多分でも釣るところとかに肝があるんでしょうね。そこら辺は詳しく五十嵐プロのガイドとかに乗ると、そのどういうところに投げるのかとかね、教えてくれるかと思うんですけども、結構ね、沖のあんなところにっていうところにいつも浮いていらっしゃるのを見かけた印象があって、あんなとこ釣れんのかなと思って、終わった後ね、その釣果王国のブログとかを見ると、ああ、いや釣ってる、どうやって釣ったんだろうね、多分まあ中層スイミングとか、どういったベイトの釣り方にどうこう刺していくとか、肝はねいっぱいあると思うんですけども、そんな時に使われていたのがイガラバっていう印象があって、あとネコリグとかね、ダウンショットとかももちろんあるんでしょうけども、状況によってはこれに4インチグラブっていう感じなんじゃないかな、そんなね秘密満載の、まあ、スモラバーね、肝いっぱいだと思うんですけども、だいぶ結構こういう感じの針で、でフックキーパー部も含めてね、これで、まあ、水平にこう泳がせる、どんな時も90度台で上にクッと糸があって、できるだけ水平姿勢を保つような、そんなイメージで使われてたんだなって、この後ろのね説明読むだけでなんとなく、あ、そういう感じかってね、印象深いんですけども、サイズは32分の1オンスと64分の3オンスと16分の1オンスっていうことで、今回ね16分の1オンスっていうのを買ってみたんですけども、このラバーの本数で16分の1だから、結構そうですね、ちょっと面倒な釣りですけど、冬場の10メートルラインとかね、冬なんだけどディープなんだけどスモラバ、そんなとこにスーって入れ込んでいくのに使いやすそうだなーなんていう印象があって、でこのラバーが操作感もね、多分グッ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 って水をしてくれてる、そんな感じの感じやすいのかなーっていう感じで、まあもちろんね、ちょっとせっかく買ったんで、まずはこの、まあ夏もだいぶ終わりですけどね、秋のシーズンに向けてちょっといろいろ試してみたいななんていうシチュエーションがあるんで、そちらはね実況動画の方でどんどんやっていこうと思うんですけども、結構このあと、まあ夏のね垂直なストラクチャーに落とし込んでいく、立ち木に絡めて、狙っていくなんていう時の印象もあるスモラバですけども、自分の中では秋のなんかどこにいるのか、寝室鬼没なリザーバーのバスですね、結構中層で活発に餌を追いかけ回してる、そういうのをね、ダウンショットのスイミングとかで狙うことが多いんですけど、レッグワームとか、もう一つはこの、まあちょっと投げやすそうな重さのスモラバにちょっとプリッとしたね、ボリュームのあるトレーラーをつけて、でその底に一回沈めて中層にかけて、レンジいろいろなところを泳がせる、まあ、どこでも神出鬼没なバスに神出鬼没なスモラバを合わせて釣っていくね、そんなパターンなんか好きなので、ちょっとねこれからバス見失っちゃったなんていうタイミングでスモラバを使う、頻度が多くなってくるんじゃないかな。で、巻物だと、まあ、チャターベイトとかスピナーベイトでやるんですけど、それだとなんか強すぎて食わないのかななんていう時にスピニングを引っ張り出してきて、ちょっと合わせていこうかなって。そこにまああとは今年はちょっとネコリグなんかも勉強したいんで、ネコリグの横方向スイミングも絡めつつ、あとはこういったね、まあこれ以外にも今年いろいろなメーカーからいろいろなスモールラバージグ出てるので、ね、ちょいちょい買ってるんで、そこら辺のどういった時にどうやって使い分けるのかな、そんなところもねちょっとやってみたいななんていう風に考えております。なんといってもジャクソンですかね、ジャクソンもスモラバー作り続けてるメーカーが五十嵐プロとタッグを組んで、
ね、ちょっと今までのあの例えばそうですねエグジグとかとはねちょっと違った感じのテイストのねスモラバなんじゃないかな。あれはあれでねまたねちょっと愛の角度とか本数とかランダムにカットされた感じとかねすごいいいスモラバだと思うんですけども、それとまあちょっとね似てはいるけどやっぱスモラバってその各プロのこだわりによってだいぶ違った感じになるんだなぁなんてね改めて買って開けてみて感じました。というわけで本日の釣り子 TV はジャクソンとフォローのコラボレーションということでいいんですかね、イガラバ、ね、16分の1オンス、これを買ってきてみた、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。